これだけ商品があるのに買うものがない。それはホビーショップで言ってはあかん。しかし客の多くが感じてる。そんな現状だろうか。平成この時代は実際、コンテンツ、それには恵まれなかった。それらが並ぶその店内で、その時代を過ぎた意識が笑う。王の権威を超える。その、今考えれば不毛な衝動に支配された時代だったわけで。時代は戻ろうとしているのか、それとも。20年という月日は、捨てるには少し、長い。自分がゲームを優先し、それをそのまま世間が許容していれば、しかし。その時、どうなっていただろう。大した実績もないワコードに、業界は社長か天皇のごとく、かしづかねばならないわけだが。それまでの経緯を考えても、かなりの理不尽だ、が。しかし、今はむしろ、逆に、今までのゲームを総じて、なんだこのクソゲー、というやつ。